ハロー YouTube、今日はですね、SDGs、について、英語でいろいろとこう語れたりとか書けたりとか、することがですね、国立大学の英作文だったり、あとは英検1級や準1級のライティングやスピーキング、また場合によっては2級のライティングやスピーキングにですね、かなり有利に働く、ということをお話ししたいと思います。先日私立の中高一貫校用の教材の、ニュートレジャーについて改訂されてかなり難しくなりましたよっていう動画を撮ったと思うんですけども、その中でもですね、あれは中学1年生とか2年生が改訂された対象になっていて、そこの長文を見てもですね、SDGs の、トピックにかなり合致している、長文が非常に多いんですね。それ自体をもう Z 会が公式ホームページで SDGs に対応した長文を選んでますと、いうふうに実は発表もしてるんですけども、それぐらいですね、この SDGs のその長文自体が、長文というかそのトピックがライティングだったりとか長文で出てくることって何も今すぐ最近始まったことではなくて、結構前からその SDGs っていうものが世に出てからですね、割と多く見られていたんですね。顕著なのが国公立の自由英作文だったりとか、ではかなり早期からそういったものが出ていて、割とこうテーマも使い回しをされていて、古いもの、例えば2010年代の過去問の英作文のトピックので書けそうな内容がそのまま去年の大学入試の英作文で書けたりとか、そういうこともあったりするんですけども、やはり背景知識を知らないとですね、やっぱりなかなか書けないし、単語もパッと出てこないし、このトピック、例えば貧困って聞いたら、じゃあどんな言葉を使っていいのかとか、そういったものも知らないと出てこないと思うんですよね。なので今日はですね、その SDGs の中でも、英検にもよく出てきますし、国公立の英作文でもよく出てくるような貧困だったりとか、あと飢餓、そういった問題についてどういう単語だったりどういうフレーズを使えばですね書きやすくなるかとか、についてちょっとお話をしたいと思います。はい、それでは早速ちょっと見ていきたいと思うんですけども、やっぱり英語のフレーズって枕言葉的に結構使いやすいものが多かったりとか、話し始めのイントロでちょっと言いたかったりとか、ちょっとバックグラウンドというか、その今回の与えられたトピックについての背景知識みたいな、前提確認みたいな、そういったところでこう使いやすい、ものかなと、その暗記したものに関してはというふうには思ってます。一般的なったら結論そのまま書くだけだとつまらないので、こういうふうに言われてますが、私はこう思いますとか、いきなり私はこう思いますっていうよりも、今こういうことが問題になってますがとか、こういうふうに言われてますけど、それについて私はこう思いますとか、こういうふうに言われてるのでこうすべきだと思いますとかっていうふうに、その前提と自分の意見っていうものがこうイコールの場合も、反対の場合も因果の場合もその元となるものがあった方が結構文章って書きやすいんですよね。なんで、あとは精神的に、特に英検1級のスピーキングなんかそうですけど、決められた時間内でこう目いっぱい話そうと思った時に、やっぱりこうある程度口が勝手に動くぐらい覚えてるようなフレーズとかあった方が、割とこう精神的にも落ち着いたりとか、自分の経験談ですけど、あるんですよ。で、ライティングもそうですよね。ライティングってやっぱりあんまり時間かけたくないじゃないですか。メモとかもちろん取りますし、マインドマップじゃないですけど、こう単語のこうブレストですよね。ブレインストーミングで思いついた単語からこう、これといえばこれ、これといえばこれってこうメモってって、じゃあここのライン使おうとかっていうふうにこうメモったりとかすると思うんですけども、そういった時にも、自分がこう使いたいフレーズとか使えるフレーズがあるとですね、結構そこを軸に考えやすかったりとかするので、結構時短にもなるし、その分長文とかね、別の大門に時間を使えたりはするので、知ってて損はないかなというところで、今日ですね、急遽ちょっと思いつきなんですけども、SDGs についての、本当にちょっとかいつまんでですけどね、ご紹介できればと思います。それではですね、今日はまず、貧困について、SDGs の、ゴール1なんですけど、一つ目のゴールとして、貧困をなくしましょうと、No poverty と、ね、貧困 No と、ねいう、パートがあるんですけども、いわゆるあらゆる場所、あらゆる形態の貧困を終わらせると、いう感じで、SDGs には原文英語でこんな感じで書いてます。じゃあこれをに日本ダメだもう回らん口が今日やめよっかな動画撮るのちょっと頭が回ってないですね。はい、すいません。糖質不足と、睡眠不足と、ちょっと今頭が回っておりませんけど、ちょっと飢餓はちょっと明日にします。はい、で、貧困をやります今日は。はい、
で、貧困をなくすってどうすればなくなりますかって言われた時に、ゼロから試験の場で考えるってむずいっすよね。でも知ってればある程度その枠に当てはめて考えたりするんで、でしかもそれはもう言ってるんですよね、 SDGs の中でこうやって貧困なくそうって。それを知ってるか知らないかだけで、かなりの時短になると思います。じゃあちょっとそれをね紹介するんですけども、例えばですね、フェアトレード商品、の購入とかフードバンクへの協力、ですね、まあ、こういった2つが、まあ、主にSDGs には書いてるんですけども、フェアトレードの商品を買うこと、フードバンクに協力することなど、まあ、身近なところから、貧困をなくすアクションをしていくべきであるけどもっていう、まあ、前提で使いますよね。でその後に、まあ、そのトピックになってる今回の問題、例えばそのレストランの廃棄はなくすべきかとか、2級で昔出てましたけども、そういうような話だったりとか、そういったところにつなげられるんですよね。なんで全文というかはその枕言葉の部分だけを一旦覚えちゃって、それをまあ改変しながらスピーキングだったりとか、ライティングに使っていくのがいいんじゃないかなと思います。ちょっと僕の方で例文作ってみたんで、ちょっと出しましょうか。ドーンみたいな、はい、こんな感じです。Actions to eliminate poverty should be taken from close to home, such as buying fair trade products and cooperating with food banks. But this issue is, みたいな感じで、this issue should be とか、こんな感じで、まあ、続けていけば、自分の意見書きやすい、その問題に当てはまったことを書きやすいかなというふうに思います。ちょっと頭回ってきたんで、飢餓もいきましょうか。はい。で、SDGs の2つ目で、ゴール2で、飢餓をゼロにと。ね、zero hunger と。いう目標があります、ゴールがあります。で、飢餓を終わらせ、食料安全保障および栄養の改善を実現し、持続可能な農業を促進するというふうに書いてます。まあ、こんな感じで書いてます。はい。じゃあこれについてトピックが、その飢餓系のトピックが来た時にどんなそのイントロがいいのかなというとですね、ちょっと考えてみました。ドーン。世界には現在でもお腹いっぱい食べることができない人々がたくさんいますと。こうした世界の飢餓に終止符を打ち、食料を安定的に供給して栄養状態を改善していくために、ホニャララは、まあ、可及的速やかに、推進されるべきである。で、例えばって続ければもう終わりですよね、ボディが。まあ、そんな感じでこう使えたりとかします。カメラは途中で切れちゃいました、すいません。はい。で、こんな感じでね、飢餓の文章をこうやって日本語でまあ僕書きましたけども、じゃこれを英語にスイッチ、トランスレートするとどうなるかというと、まず1文目ですね。 There are many people in the world today who still cannot afford to eat a full meal、ね、でその後目的ですよね、なんとかするために in order to put an end、ね、終止符を打つ、これちょっと使いやすいですよね。なんか何々に終止符を打つってちょっとかっこいいじゃないですか、ね、in order to put an end to such world hunger、世界の貧困のようなもの、もしくは and また to improve nutritional conditions、ね、栄養状態と、through a stable supply of food、安定した食料供給を通してと。だからまあこのフレーズだけを覚えてもいいんですよ。安定した食料供給を通してって言ったら through a stable supply of food とか、こういうのを覚えちゃえばそれも一個の副詞として使えたりとかするしますからね。で今回の場合はその最初から最後までをバッとコンマ全体の長いその最初に持ってきた目的の副詞句にして、でホニャララ should be promoted as soon as possible と、で可及的速やかできるだけ早くホニャララが推進されるべきであるという感じの文章ができました。まあ、こんな感じでちょっと使えるフレーズだけをこうマーキングしといて、そのと文全部どこの大変だっていう人はそのフレーズをまあ暗記していけばですね、まあ、うまく組み合わせることもできるんじゃないかなと思います。はい。まあ、ここで使えるフレーズとしては、まあ、最初の1文目なんかまんま使えますよね。普通に世界には現在でもお腹いっぱい食べることができない人々がたくさんいますって普通に言えますよね。ね、まあ、There are many hungry people とか言うよりはこっちの方がちょっとかっこいいっすよね。うん。で、あとが、その In order to plan end 何々に終止符を打つ、どこに to ですね、到達の to to such world hunger endワールドハンガーのようなものに、ね、終止符を打ったりとか、あとは and、何するために to improve 改善するために、何を nutritional conditions、ね、栄養状態を改善すると、だから improve nutritional conditions も覚えちゃえばそのまま使えますよね。何を通して through a stable supply of food と。これ結構フレーズごとに暗記した方が使いやすいかもしれないです。同じこと2回言いましたね。はい、もう寝ます。
はい、っていう感じで、使えますので、よろしければ、参考にしてみてください。またもしくは他のね、SDGs で、フレーズ欲しいとかあればですね、コメント欄に書いていただければ用意したいと思います。それでは、おやすみ、違う、これ朝なんで、はい。それでは、いってらっしゃい。You may feel like being alone, but I can be the one you really know now. The world is yours.